イラク戦争とは、アメリカ合衆国が主体となり2003年3月20日から、イギリス、オーストラリアと公平部隊を派遣したポーランド等が加わる有志連合によって、イラク武装解除問題の大量破壊兵器保持における、進展義務違反を理由とする、イラクの自由作戦の名のもとに、イラクへ侵攻したことで始まった、軍事介入である。 正規軍同士の戦闘は2003年中に終了し、同年5月に、ジョージ・ W ・ブッシュにより、大規模戦闘集結宣言が出たが、アメリカが指摘した大量破壊兵器の発見に至らず、さらに、イラク国内の治安悪化が問題となり、戦闘は続行した。2010年8月31日に、バラク・オバマにより改めて、戦闘集結宣言と、イラクの自由作戦の終了が宣言され、 翌日から米軍撤退後のイラク単独での治安維持に向けた新しい夜明け作戦が始まった。そして2011年12月14日、米軍の完全撤収によってバラク・オバマがイラク戦争の終結を正式に宣言した。戦争の名称は戦争の場となった国名、地名を付けることが多く、この慣例からイラク戦争の名称が一般的である。ただし、 イラク戦争という名称は、アメリカ合衆国の立場からイラクを敵対視する、一方的な態度であるという意見もあれば、また、戦争に至った経緯を考えて、第二次湾岸戦争と称する場合もある。また、大規模戦闘集結宣言は、ブッシュ米大統領が2003年5月に、一方的に行っているが、改めて、オバマ米大統領が2010年8月に、 終結宣言を出しており、さらには、同大統領により2011年のアメリカ軍のイラクからの完全撤退に際してイラク、戦争終結宣言が出されており、イラク戦争自体の定義に混乱が生じている。この問題を背景にしてか、ウィキペディア英語版では、2003年の戦争を2003、インベージョンオブイラクイコール2003イラク進行としており、 大規模戦闘終結宣言以降の戦闘状況から2011年12月までの米軍のイラクからの完全撤退までも合わせてイラクをイコールイラク戦争としているアラビア語でも様々な故障があるがアラビア語版ウィキペディアではアメリカのイラク侵攻、あるいはイランイラク戦争を第1次と数えて第3次湾岸戦争などとも呼ばれている1991年の湾岸戦争の後に イラクが受諾した停戦決議において、イラクに大量破壊兵器の不法持が義務付けられていた。この達成を確認する手段として、国連は主に米英人で構成されたアンスコムを設置し、イラクの兵器の保有状況、製造設備などを調査した。イラク側もこれを受け入れ、1998年頃までは大きな混乱はなかった。ところがアンスコムは事前通達を伴う、 従来の方式から抜き打ち方式に調査方法を変更し、イラクはアンスコムの査察に協力的ではなくなり受け入れを拒否した。またアメリカは国際連合安全保障理事解決に688を根拠としてイラク北部に飛行禁止区域を設定し、1992年にはフランス、イギリスと協調してイラク南部にも飛行禁止区域を設定した。 これに反発したイラクは死体空ミサイルの配備や軍用機による意図的な空域侵犯を行った。このため制裁措置として米英はイラク軍施設に対して攻撃を繰り返した。1998年にアンスコムはイラクにはミサイルと核兵器はなく化学兵器もほとんどないと考えて良いが生物兵器が疑問であるとする報告を行った。同年12月、 空爆やイラク政府の非協力によりアンスコムの査察活動は停止した。1999年12月にはアンスコムに代わり UNMOVIC を設置するという国際連合安全保障理事会決議1284が採択された。この採択ではロシア、フランス、中国が棄権しておりイラクも受け入れを拒否した。2001年に就任した。 ジョージ・ W ・ブッシュシュ大統領は、就任直後から査察に対するイラクの非協力姿勢を問題にしていた。この頃からアメリカとイギリス国内で、イラクに対する強硬派の主張が高まり始めた。イラクに対する強硬論が高まった背景としては、国連主導の経済制裁に緩みが発生し、密貿易で資金を調達したイラクが、軍備の増強を行っているという観測があった。 2月には完成しつつあるイラクの防空網を破壊するための米領軍による空爆が行われた。6月、アメリカとイギリスは2001年11月に期限が切れる石油と食料の交換計画に変わるイラクに対する経済制裁案であるスマートサンクションの導入を提案した。しかし、ロシアの強硬な反対により従来の制裁が継続されることになった。9月11日、 アメリカで同時多発テロ事件が発生した。世界でテロに対する非難やアメリカに対する哀悼のコメントが寄せられる中、イラク国営放送のコメンテーターは第一報として台米テロ攻撃をアメリカのカウボーイがこれまで犯してきた人道への犯罪に対する果実だと論評した。この報道はアメリカ側のイラクに対する心象を悪化させたもののアメリカ政府は テロ事件発生後1ヶ月間はむしろ、イラク政府の関与に否定的なコメントをしていた。10月20日になって、サッターアムフセイン大統領は、アメリカ市民に対する懲意を初めて示した。アメリカが、イラクのテロ関与を疑い始めた、翌年の9月19日には、ナージ・サブリーが、国連総会で懲意を改めて示し、イラクとアルカイダを結びつけるアメリカ政府の論調を、非難した。 アメリカ政府内では、イラク政権の完全な武力制圧が安定への最善の方法であるという対イラク強硬派の、ポール・ウォルフォウィッツ国防副長官、リチャード・パール国防省国防政策諮問委員長などの発言力が強まり、イラクに対する政権転覆を狙った軍事行動を取るべきであるという見解がたびたび持たれた。11月にアメリカはクウェートへ2000人の増派を行った。 ブッシュ大統領は2002年初頭の一般教書演説において悪の数字化発言を行い、イラク、イラン、北朝鮮は大量破壊兵器を保有するテロ支援国家であると名指しで非難した。特にイラクに対しては長年要求し続けた軍縮の進展の遅さと大量破壊兵器の拡散の危険を重視し、2002年に入って、 政府関連施設などの査察を繰り返し要求した。一方、かねてより、フセイン政権と対立していたイスラエルは、2002年4月に、ベンヤミン・ネタニヤフ元首相が訪米して、フセイン大統領は、核兵器を開発中であるとその脅威を訴えたのを、皮切りに、同年5月に、シモン・ペレス外相が、CNN の取材に、サッターム・フセインは、ビンラーディンと同じくらい危険と答えた。 アリエル・シャロン首相も、イラクへの早期攻撃を求めた。また、ヘブライ大学のシュロモ・アビネリ教授は、ロサンゼルス・タイムズに、イラク戦争反対派を1930年代、ナチス・ドイツへの融和政策になぞらえて非難する、論文を発表。融和政策の否定は海戦支持派の有力な主張となった。2002年11月8日、国連では、 イラクに武装解除遵守の最後の機会を与えるとする国際連合安全保障理事会決議1441が全会一致で採択された。イラクは悪の集団による邪悪な決議と非難したが UNMOVIC の受け入れを容認し4年ぶりに全面査察に応じた。また決議には30日以内に報告するという規定があったがイラクは 邪悪な決議であることを理由に期限の延長を申し出たが受け入れられなかった。12月7日にイラクは膨大な量の申告書を提出した。2003年1月9日、UNMOVIC のハンスブリックス委員長と IAEA、e、のモハメドイルバラダイ事務局長は安全保障理事会に調査結果の中間報告を行った。この中で 大量破壊兵器の決定的な証拠は発見されていないものの昨年末に行われたイラク側の報告には非常に多くの疑問点があり申告書には矛盾があるとした。またイラク側が国連ヘリコプターによる飛行禁止区域の査察を拒否するなど査察非協力も明らかになった。1月16日には 化学兵器搭載可能なミサイル14機の存在が不明であるという NMOVIC によって説明され、イラクが長距離弾道ミサイルに該当しないとしていた、アルサムードニの射程がアンポリ決議違反であると認定されたほか、炭素菌、多分、ソマンなどの生物兵器、化学兵器廃棄情報が確認されないなど、イラク側が申告した内容には虚偽の内容があるとされていた。このため、 アメリカとイギリスは、イラクがアンポリ決議1441に違反したものとして、攻撃の準備を始めた。2月14日から2月16日にかけて、カトリック教徒でもあるイラクのターリク・ミハイル・アジーズ副首相は、バチカン、イタリアに渡り、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世と会談するなどして、戦争回避姿勢を国際社会にアピールした。3月7日、 UNMOVIC は2度目の中間報告を行った。アメリカは、査察が不十分であるとして、攻撃に関する決議採択を行おうとしたが、フランスは、査察期限の延長を求めた。アメリカ、イギリスに加え、この時点で、理事国ではない日本は、態度が不明確な非常任理事6カ国に、決議賛成の根回しを行ったが、失敗。このため、 フランスが拒否権を行使せずとも、決議否決となる可能性が高まり、アメリカとイギリスは、決議なしでの攻撃に踏み切ることにした。ブッシュ大統領とウォルフォウィッツ国防副長官2003年3月17日、ブッシュ大統領は全米向けテレビ演説を行い、48時間以内に、サターム、フセイン大統領とその家族が、イラク国外に退去するよう命じ。 全面攻撃の最後通帳を行った。一方、フセイン大統領は、自国に向けた演説では徹底抗戦を主張していたが、それまでに2通、そして最後通帳後にさらに1通、計算通の同一内容の書簡を、ブッシュ大統領宛てに送った。内容は、米政府が政権交代を求めなければ、あらゆる要求に完全に協力する用意があるという、ものだったという。 アメリカ側はこれら3通の所管を全て受け取り拒否した上で2日後の3月19日に予告通りイギリスなどとともにイラクの自由作戦と命名した作戦にのっとって進行を開始した。イラク攻撃にはフランス、ドイツ、ロシア、中国などが強行に反対を表明し国連の武器査察団による査察を継続すべきとする声もあったが それを押し切った形での改戦となった。アメリカ国内の世論は、武力介入には高い支持を与えたものの、国連の指示なしの攻撃には、必ずしも国論は一致していないとされた。また、アメリカに合わせて、武力行使を積極支持したイギリスブレア政権では、閣僚が相次いで辞任を表明し、政府の方針に反対した。3月17日ロビンク・クックス・ミツイギ長権。 会員内総務、3月18日、フィリップ・ハント保険担当、ジョン・デナム内務担当両政務次官が辞任。結果として、ブレア首相は、議会の承認を早急に取り付ける必要に迫られた。米英が主張した、改選自由は次の通り。まとめると、イラク戦争は、国連安保理決議1154、1441に基づき、 第一次湾岸戦争の停戦協定を破棄し、なおかつ米英の先制的自衛権の行使として起こったものである。フランス、ドイツなどは開戦するなら、決議1441以外に、新たな安保理決議を付加すべきと主張したが、1441は無条件の査察を求めているのに対して、イラク側が条件をつけてきたため、米英及び同盟国は開戦に踏み切った。 また、フランスは議論の初期には、主戦派で、地中海にいた、原子力空母、シャルル・ド・ゴールのペルシャ湾派遣準備を進めていることが、TB ニュースなどでも、盛んに報じられていたが、後になって、態度を翻した。ブッシュ政権は、海戦の理由はイラクが無条件査察を認めないことで、あって、イラク国内に大量破壊兵器が存在するという、理由ではないと主張しているが、 開戦前にブッシュ大統領やチェニー副大統領がイラクは大量破壊兵器を保有しているとメディアを通して繰り返し公言していたため開戦後に大量破壊兵器が発見されなかったことでこの戦争の大義が失われたという批判が巻き起こる結果となった2004年6月25日ポーランド軍はイラクの域化学兵器を発見した亡命イラク人が フセイン政権打倒のために大量破壊兵器を保有しているとの情報を絶造し、アメリカ当局に伝えたとの疑惑が浮上している。イギリスのガーディアン氏によると、すでにある亡命イラク人男性が絶造を認めているという。後に、元財務長官のポール・オニールが政権開始当初からイラク戦争の計画はあったと暴露した。開戦時の CIA 長官だったジョージ・ J ・テネットは、 ブッシュ政権内でイラク開戦前に同国の差し迫った脅威について真剣な協議は行われなかったと実著で証言している。さらに、ジョゼフ・ウィルソン元中華ボン大使が2003年7月6日付のニューヨーク・タイムズが見に寄稿した記事に橋を発したプレー、無事件によってブッシュ政権がイラクの脅威に関して意図的な情報操作をしていた疑惑が濃くなっている。また、 プレーム事件などの裁判などでも、ブッシュ政権における、ブッシュ大統領や、リック・チェーニー副大統領ら複数の政府交換らによる情報操作とその関わりについて、裁判の中で語られている。ブッシュ大統領は改選前後の演説における、戦争理由として、以下を挙げた。戦争の経過は、イラク戦争の年表を参照。 イラクをサウジアラビアの軍事基地の大大地として確保し、サウジアラビアから米軍部隊を移転することでムスリムの反米感情を和らげ、テロの発生を予防する。ビンラーディンは湾岸戦争の際、イスラム教の聖地メッカのあるサウジに異教徒の軍隊が駐留したことに激しい衝撃を受け、米軍のサウジからの撤退という要求を掲げて反米テロ闘争を開始し、 ついには911テロへと至った。しかし米国は、フセインの脅威から同盟国を守るためという名目で、湾岸戦争後も引き続き、サウジに部隊を駐留していたため、テロリストの要求に屈服したという印象を与えることなく、サウジから部隊を撤退させるには、どうしてもフセインを排除する必要があった。イラクを民主国家にし、 資本主義経済を根付かせることで将来起こるであろう。石油枯渇による中東経済の混乱を最小限に抑える。イラクを新米化することで中東に民主化のドミノ倒しを起こさせる。これがイラク戦争の最大の目的だという見方がある。ブッシュ政権中枢で影響力を持ちイラク戦争を強く支持したネオコングループではフセインがアラブ世界で支持されることが イスラエルの危機につながると考えられていた。イスラエルは、親、パレスチナ、反イスラエル路線の不正政権を脅威と見ていたから、国民レベルでも海戦指示が反対を上回った数、少ない国の一つだった。イスラエルは、イラクを恩恵路線のヨルダンに統治させる戦略を打ち出していた。そのため、イスラエルロビーが海戦を働きかけたと指摘されている。後に逮捕された、 フセイン大統領は、ブッシュ大統領の意図を見誤り、空爆程度で収まると考えていたため、強気の発言をしていたと語っている。また、暗に大量破壊兵器の存在を示唆することで、中東諸国におけるプレゼンスを高める狙いがあったと、される。フランスとロシアと中国は、石油や開発プロジェクトをめぐって、イラクと良好な関係にあり、 このためこの国連安保理常任理事国の参カ国が武力行使に反対する姿勢を崩さなかった背景にはその利益を守ろうとする動機があったとも言われている。また、フランスとロシアと中国は武器輸出も行っており、イラク軍の保有する兵器の大半はロシア、フランス、中国製で国際社会から武器禁輸を受ける湾岸戦争前はこの3カ国は イラクの武器輸入の90%も占めていた。また、ペルシャ湾への空母、シャルルド・ゴール派遣を準備していたにもかかわらず中止した、フランスはイラクに多額の借款を持っており、戦争による体制の崩壊で、当該借款が回収不能になることが危惧された。中国は、フセイン政権時代の1997年に、アルアダブ油田の権益を得ており、イラクが 戦後初めて外国企業との油田開発契約を結んだ相手も中国の CNPC でこの権益を保った。また国連においてもイラク関連人道支援事業、石油食料交換プログラムに関わる汚職が後に問題となった。これは経済制裁を受けていたイラクが石油と食料や医療品を交換するという国連の事業であり、 この計画に関与したブトロス・ブトロスがあり、元事務総長のファミリー企業やベノンセ・バンジム次長、コフィー・アナン元事務総長の長男、コジョが密輸やイラク政府、関連企業からの賄賂によって利益を得ていたという事件である。イラクを軍事支援していたロシア、フランス、中国がこの計画で最も利益を得ていた。フセイン政権が この計画で不正に得た収益は19億ドルに上るとされており、そのための賄賂と見られている。なお、国連に懐議的なブッシュ政権や、戦争賛成国のイギリスやオーストラリアにはイラク、戦争前に本来構内は、不可侵とされている国連本部を登場していたとする国連盗聴疑惑も起き、実際に盗聴機が設置されていたことがわかっている。 レンタゴンに集まるイラク戦争に関するデモ参加者、開戦直後の各国の反応は以下の通りであった。イギリスのブレア首相は政府声明としてアメリカの武力行使を支持し、共に参戦すると表明。参戦の際の声明では、かつてウィンストン・チャーチル元首相が発した陸海空からという文言が用いられた。日本の小泉純一郎首相は、 記者会見でアメリカの武力行使を理解し指示いたしますと表明した。後に明らかになったことだが小泉の同声明は外務省の事務方が用意した文書よりも踏み込んだ内容になっている。文書では理解するとの表現が盛り込まれていたが改選の際の記者会見では小泉は指示という踏み込んだ文言を用いた。また改選前からアンポリ議事国に 米国支持を働きかけていた。オーストラリアは空軍の戦闘攻撃機、海軍のフリゲート、特殊部隊を派遣。開戦後、国際反戦団体のユフプッチやアンサーの呼びかけにより、24時間かけて世界を一周させるリレー反戦デモが繰り広げられ、一部の国では帰省しようとする警察と小競り合いが起き、負傷者や逮捕者が出るほど激化した。 著名アーティストたちは揃って攻撃を非難。これと同時にワシントンにおいては開戦を支持するデモも大規模に行われた。3月27日の国際連合安全保障理事会の席上において米英側が戦争の正当性を主張。ロシア、中国、イラクなどがこれに批判的な発言を行った。フランスのドイコールビル外相は イラク戦争開戦を強行しようとしたアメリカに対して強く反対した。アメリカの国防長官ドナルド・ラムズフェルドからフランスとドイツは古いヨーロッパだと皮にられると国連安保理でフランスは古い国だからあえて反対すると切り返しフランスは最後までこのイラク戦争に対し反対の姿勢を貫いた。4月14日アメリカ政府はシリアを非難。 イラクの政府要人などをかくまい、化学兵器を所持していることなどを理由としたものだが、これは、当のシリアはもとより、フランス外省、国連事務総長などの反発を招いた。日本政府は、イラク政府に対する再建放棄に応じ大きな損害を被った。平成17年11月24日の外務省のプレスリリースによると、国のべ金利を加味しない場合、 約7100億円の再建削減と発表された。イラク戦争でアメリカに追従したが大量破壊兵器も見つからず、7100億円もの再建放棄と原油高の長期化だけが日本にとっての結果となっており、不利益しかなかった日本国民から批判が起こった。イラク戦争によってイラクの原油輸出が減少したことも原油価格上昇の要因の一つになった。 湾岸戦争時、総計130億ドルもの資金を提供し大きな批判が国内から起こったため、直接資金提供を実施するのではなく、再建放棄という形で国民からの批判を回避しているとの指摘が出された。アメリカの突きつけた最後通帳の期限が切れる2003年3月20日の午前中は、各局とも特別報道体制を敷いていた。 イラク全図2003年3月19日に開戦を宣言すると、翌3月20日には、制空権が確実な状態で、陸上部隊が進行を開始した。ウムカスルヤルメーラ油田を攻略し、南部最大の都市バスラの攻防線で行く分足止めを、クラウが制圧。鉄道と道路沿いを西に向かい、ナーシリーアでクートに北上する部隊とサマーアワを経て、ユーフラテス川沿いに、 金羅を目指す部隊に分かれ、4月にバグダードで合流して突入、これを攻略した。この攻略に際して、米侵攻部隊が途中で待ち伏せ攻撃に苦しんでいるとの情報を出し、バグダード市内にいた共和国防衛隊、特別共和国防衛隊の戦車などが侵攻部隊攻撃のため市内を出たところ、空爆によって大半が破壊された。これは、 市内での空爆の困難さからうまく市街地の外に戦車などを出す戦術とも言える。合わせて北部のモスル、ティクリーとキルクークには空挺隊が攻略し、西部の砂漠地帯も同様に攻略した。全土の攻略に1ヶ月強という凄まじい速さでの占領であった。その迅速さは戦争開始前後から積極的にメディア工作を行っていた。 サフハーフ情報大臣がバグダードの平穏を強弁しているその後ろを米軍戦闘車両が通過するといった映像が放映される一幕を演出するほどであった。戦闘の経過前線に配備されたアメリカ陸軍のヘリコプター UH-60 ブラックホーク首都バグダードで銃撃戦を行う米軍兵士投入された兵力は1991年の 湾岸戦争が66万人であるのに比較して26万3000と非常に少ない。GPS 誘導爆弾やレーザー誘導爆弾など高性能の武器を効果的に用いることで特定の拠点を効率的に破壊するドクトリンとした。これは湾岸戦争後にコリン・パウエルによって提唱されたパウエルドクトリンと呼ばれる戦争のスタイルと対照的である。 各国の軍事専門家の間でもイラク戦争における米軍の戦術がどの程度こうをそうするかについては注目され、あるいは心配されていた。この計画を積極的に提唱したのはラムズフェルド国防長官だと言われている。同長官はかねてよりパウエルドクトリンはベトナム戦争からの教訓として形成されたワインバーガードクトリンのアリューであり、時代遅れになりつつある。 との見解も表明している。実際にイラク戦争では海戦兵器等における航空機のピンポイント爆撃をはじめとする空爆と巡航ミサイルによる決接点の破壊によってイラク軍の指揮系統は早期に崩壊した。組織的抵抗力を海戦直後にほぼ喪失したイラク軍は各地で散発的に抵抗するしかなくなりアメリカ軍は 完全に戦争の主導権を握った。事前の大方の予想を裏切り、アメリカの陸上部隊も迅速にバグダードまで進軍することに成功した。このことは、アメリカの圧倒的軍事力を一時的なイメージだけで、あれ、世界中に見せつける結果となった。軍事大国アメリカの存在感を一層高め、中東をはじめ、世界各国に改めて示すことができたわけである。 海戦前から戦争が泥沼化すると予想していた研究者もいたが、この初期の圧勝によって彼らの主張は全く受け入れられなかった。この戦争ではスティンガーで武装させた MQ-1 がイラク軍のミグ -25 と交戦して、互いに対空兵器を装備した有人機と無人攻撃機の史上初の空中戦も行われ、 続く占領下の武装勢力との交渉では遠隔操作の無人自走機関銃を初めて実戦投入され戦場のロボット化が進む。この軍事的成功は C4ISR 化を一層促し RMA という考え方が台頭する。イラク軍に69式戦車など武器を大量に供給していた中国もイラク軍の一方的な敗北に衝撃を 受けて中国人民解放軍は、特に C4ISR と、無人航空機の活用などに注目していたとされる。大量破壊兵器の保有に関しては、アンスコムのスコットリッター主任査察官、IAEA、e、のエルバラ大事務局長らは、当初から否定的であった。イラク国内に入ったアメリカ軍は、大量破壊兵器の捜索を行った。また、UNMOVIC も、現地入りし、 捜索を行った。しかし捜索にもかかわらず新たな大量破壊兵器は発見されず、2004年9月13日にパウエル国務長官は見つからないだろうと捜索断念を明らかにした。また、1995年のフセインカーミルハさん、元イラク国防省の亡命の際に、国連、弥勒、CIA の3者による聴取が行われ、湾岸戦争の後に、生物、 化学兵器及びミサイルをすべて破壊したことを破産は供述した。しかし内容は改ざんされ、査察の目を盗んで軍事開発計画を進めているとの情報を破産から得たと発表され、アンスコムの調査方式変更の理由とされていた。CIA に依頼されて大量破壊兵器調査団長を務めたデビッド・ケイが2004年1月28日の 上院軍事委員会公聴会で私を含めてみんなが間違っていた。調査活動が85%ほど終了した今、生物、化学兵器が発見される可能性はもうないだろうと証言した。同年10月にはアメリカが派遣した調査団がイラクに大量破壊兵器は存在しないとの最終報告を提出。匿名密告者カーブボールによる 大量破壊兵器の情報の信憑性が薄いものであったことが明らかになった。このことに関して、サッターアムフセインは拘束後の FBI の取り調べでイラクが査察に非協力的だったのは大量破壊兵器を保持していることをほのめかすことでイランや国内の反政府勢力を牽制しようとしたためで化学兵器などの大量破壊兵器は湾岸戦争後の国連の査察で すべて廃棄させられたため最初からなかったと証言している。アメリカ政府は大量破壊兵器に関する CIA の情報に誤りがあったことが原因であるとし、議会で調査が行われる事態となった。一方、大量破壊兵器が発見されなかったことで、イラク戦争を支持した同盟国にも動揺が走った。最大の同盟国であるイギリスでは、ブレア首相が開戦前に、 フセイン政権が生物化学兵器の使用を決定した場合、45分以内に配備できるという報告書を提出し、情報の審議をめぐって政府職員に自殺者まで出していたため、国民を騙したとして、支持率が急落、人気を残しての早期退陣に追い込まれた。デンマークのイエンスビュー国防相も改選前に大量破壊兵器問題をめぐる報告書を提出して、 イラク戦争を支持したため辞任を余儀なくされた。また、ポーランドのクワジネフスキー大統領はアメリカに騙されたと批判し、日本の久アキオ防衛省も大量破壊兵器があると決めつけて戦争を起こしたのは間違いだったと発言し物議を醸した。アメリカを当初から支持した日本の外務省は2012年12月にイラク戦争への対応に対する検証結果の 報告を行った。この報告ではイラクに大量破壊兵器が不存在であることを証明する情報を外務省が得ていなかったと結論づけ、外務省の取った対応は概ね適切であったと述べている。オーストラリアのブレンダン・ネルソン国防相に至っては、原油の確保がイラク侵攻の目的だったと開き直る発言をして批判を浴びている。 ブッシュ大統領は退任直前のインタビューで、私の政権の期間中、最も遺憾だったのが、イラクの大量破壊兵器に関する情報活動の失敗だったと述べたが、大量破壊兵器を保有していないことを事前に、知っていれば、イラク侵攻に踏み切らなかったのではという質問に、対しては、興味深い質問だと述べただけで、明確な返答を避けた。また、 イラク戦争に賛成したヒラリー・クリントンは2014年に侵攻は誤りだったと述べている。アイスセルはイラク国内にあり、米軍が破壊できなかった元化学兵器工場で略奪を行い、サリンなどを含む2500発もの化学兵器を持ち去った可能性が示唆されている。元化学兵器工場はバグナット近くにあり、1980から1990年代に 実際に稼働していたとのこと。イラクでは夏頃から武装勢力やテロ集団による襲撃によりこの元化学兵器工場のコントロールを失っていたとされている。2008年3月、アメリカ国防総省は正式にフセインとアルカイダの関係を示す決定的証拠はない認められるのはパレスチナ武装勢力との関係のみとする報告書をまとめた。なお、 報告全文は当初インターネットでの公開が予定されていたが直前になって突如文書反復のみに切り替えられた。対イラク戦争勝利宣言を行うため空母エイブラハムリンカーンに降り立ったアメリカのブッシュ大統領イラク戦争は5月1日の戦闘終結宣言によって連合軍は圧倒的勝利という姿で形式的にはイラクへの攻撃を終了した。イラクは アメリカ軍のバグダード侵攻によるフセイン政権崩壊以降、国連アンポリ決議1483に基づいて、アメリカ国防総省人道復興支援室及び連合国山定当局の統治下に入って復興業務が行われることとなった。アメリカ軍がバグダードに進撃すれば市民は諸手を上げて歓迎し、米軍と共にフセイン体制打倒に決起してくれるだろうと、 考えていたブッシュ政権であったが、その観測は後に裏切られることになる。少数の兵力しか用いないという米英軍の戦術は進行作戦においては大いに役に立ったが、占領政策にはひどく不向きであったと現在では考えられている。敵の軍隊のみを排除すればいい軍事行動とは違って占領時にはインフラの復旧、治安の確保、 食料の配給など様々な活動が求められるが、兵士の数が足りないためどれも完全には行えず、結果イラク国民の反発を招き、さらに治安の悪化が進み、より多くの兵士が必要となるという悪循環を招いている。進行当時、抵抗らしい抵抗をしなかった旧イラク軍だが、大規模兵器を早々と放棄し、小型の武器弾薬をこっそり隠して米軍に対して、 レジスタンス攻撃を仕切りに行い、現在も継続していると考えられている。これは、フセイン自身も証言し、大統領宮殿などからも、証拠を確保したが、湾岸戦争終結時より計画していたもので、経済制裁を受ける中で、最低限の材料で爆弾を製造する方法なども、情報機関や軍によって研究されており、攻勢を受ける間は抵抗せずに地下に潜り、 攻勢をやめた占領軍に対して爆弾で攻撃をかけていると考えられた。米英軍の占領政策はこのような事態を全く予測しておらず、これは明らかに情報分析の初歩的敗北であり、戦闘終結宣言後に大量の死者を出す結果を招いた。現代において戦場で最も重要視される情報入手、統制、 リスク分析において欠陥があったことは、米英占領軍にとっては、かなりの痛手であった。現状ではさらに旧軍人だけでなく、武装集団や過激派も活動を活発化させており、アメリカ軍や軍属、イラクで活動する民間人やマスコミ関係者への襲撃も増加している。また、バグダードなど大都市を占領すると、圧政から解放されたと感じた市民が略奪に走り、 博物館の展示物や商店の品物が略奪の対象となった。これは、このような無政府状態に対する準備が行われていなかったことの現れでもある。また、市民の略奪に紛れ、武装勢力の中には市役所や警察署などを対象に狙うものもあり、米軍はこれも防ぐこともできなかった。後に占領政策に移ると、市民の登録情報や個人情報、 自動車の登録番号などが猫葬儀持ち去られるか破壊されていることが分かった。このため、車爆弾や自爆テロで用いられた自動車のナンバーが判明しても持ち主が分からないためレジスタンス組織の検挙につながらなくなっている。2009年1月、ブッシュ大統領は最後の記者会見で対テロ戦争は正当化したものの2003年に行った 戦闘終結宣言は誤りであったことを認めた。正式な終結宣言はさらに7ヶ月後の2010年8月31日、バラク・オーバマシン大統領によってようやくなされることになる。復興業務にはハリバートン社、ベクテル・インターナショナル社らアメリカの民間企業がいくつも参加していた。戦闘終結直後に 民間企業が続々と参加してくることは初めてであったが、これら実験的な政策は、ジェーニーラ・ブッシュ政権閣僚の肝入りであったと言われている。本来は、軍が行ってきた輸送業務などを安全が確保された地帯に限って民営化し、民間企業がトレーラーなどを使って、食料や物品、軍事物資を輸送する民間企業は同時に、石油開発事業も行って利益を得る。 というものであった。アメリカ国防総省から見れば、戦争で大きな比重を占める輸送業務を民営化することで、その分の兵力と予算を作戦に回すことができ、効率的だと考えられた。しかし、実際にはイラクは、戦闘状態であり、輸送任務についた民間のトレーラーは、アメリカ軍の護衛がついているとはいえ、すぐに武装勢力の標的となり、銃撃、爆弾攻撃、 ロケット砲攻撃、殺人、誘拐が相次いだ。運転手にはアメリカ人のほか現地のイラク人やネパール人、フィリピン人ら賃金の安い外国人を雇用したが、彼らも数多く戦闘の犠牲となり、また度重なる攻撃によって、幹線道路周辺は治安が悪化し、民間企業では手に余る状態となった。アメリカ軍は治安悪化によって兵力が不足し始めると、 警備業務を民間軍事会社と呼ばれる企業に委託するようになった。高収入であるため、民間軍事会社に所属するかなりの数の警備員がイラクに入ったが、彼らも数多く殺害されている。武装勢力と戦闘して死亡したものも多い。ただし、警備員はあくまで民間人であるため、死亡しても戦死者には計上されない。民間軍事会社の社員は多くは、警察、 軍の出身者であり、国籍も多様である。2007年9月にブラックウォーター USA が、イラク民間人17人を殺害、24人を負傷させる事件が起き、避難を浴びた。合衆国政府は少なくとも14人の射殺には、正当性が認められないと判断しているが、ブラックウォーター社との契約を延長している。このように、輸送業務は麻痺状態に陥っているため、 前線の兵士まで物資が十分に届いていないことが兵士が家族に当てた電子メールなどでわかっている。特に水不足が深刻で、摂氏50度の砂漠の中で水分補給をギリギリまで制限されているという。また、現在のアメリカ軍はベトナム戦争の時代とは違って徴兵を行っていないため、イラクの状況から入隊希望者が集まらず、 兵士の絶対数の確保が困難となっている。このため前線の兵士は数ヶ月で帰還できるところを1年以上待たされていることも普通である。この人員不足をアメリカ軍は周兵で補っているが彼らも同様に扱われる上同じ周兵を繰り返しイラクに派遣するなど待遇は悪化している。さらに周兵の不在が結果として アメリカ国内での災害の発生、拡大に深く影響を与えることも2005年のハリケーンカトリーナによって明らかとなった。一方、石油開発は油田施設やパイプラインへの攻撃で産油量が低迷。世界第2位の埋蔵量でありながら安定した供給を行えない上、ブッシュ大統領が発言した世界民主化は民族自決に反するものであり、 王政や先制であるアラブ諸国の不信感をますます募らせたため、石油危機の再来が恐れられた。このため、石油メジャーを中心に石油資源会が発生し、原油価格は戦闘終結宣言後から急速に価格が上昇した。連合軍はイラクと講和したわけでも、停戦協定を結んだわけでもなく、いわばアメリカがクーデターに手を貸して、旧体制を転覆。 一方的に集結を宣言したに過ぎず、前述したように、イラク軍やイラク政府が地下に潜ってしまったためである。また、戦闘が終結したことにすると、復興事業に乗り出すことができ、戦闘には参加できない国も、兵力を差し向けやすくできるといった政治的な意味合いが強かった。イラク軍は、開戦前の投降呼びかけに2000名が応じるなど、繊維が低く、 進行中もほとんど反撃できず、極めて脆弱に見えた。アメリカ兵の死者は136名と、湾岸戦争をさらに下回り、イラク戦争は大成功であったと世界に見せつけることとなった。しかし、サッターム一族や政府関係者は逃亡、また実際には戦闘集結宣言以降も、散発的な戦闘が続き、アメリカ軍や、 有志連合を標的とした攻撃も頻発するようになった。8月には国連事務所を爆破してセルジオ・デメロ国連事務総長特別代表らを殺害国連チームの撤収に至った。この当時の攻撃は主にイラク軍や秘密警察の残党によるものだと考えられ元大統領サッターム・フセイニや彼の二人の息子や政権幹部らに指示されていると思われた。 しかし、アメリカ軍による残党狩りによって逃亡した政権幹部の逮捕が進められ、7月には2人の息子が共に戦死、この年12月にようやくサンタウムが逮捕されるに至ると、一時的に攻撃が増加したものの、事態は収束に向かうかに見えた。ただし、この残党による攻撃によって5月までの戦闘による アメリカ兵の死者数を上回る犠牲者が発生した。拘束直後のサッダームダが2004年に入ると攻撃の対象が拡大し、連合国暫定当局が設置した新しい警察や新しいイラク軍を標的とする事件が増えた。これらで犠牲になる者はほとんどがイラク人で、残党たちはアメリカ軍への攻撃に加えて新体制の象徴たるものの破壊を狙ったと、 考えられる。また、民間外国人を狙った誘拐事件も頻繁に発生し、日本人民間人も被害にあった。これらは、イラク国内の武装勢力によるものと思われ、誘拐した人質と引き換えに軍を撤退させる、要を要求するのが手口であった。ただ、彼らは宗教指導者の呼びかけに応じることも多かった。2004年4月には、ファルージャで、 反米武装勢力とアメリカ軍の間で占領後初めての大規模な戦闘が起こった。また、この頃から南部でもシーアハイスラーム教徒が反米抗議を行うことが増え、一部の過激派が攻撃を加えた。さらに、5月に米兵によるイラク人捕虜虐待が明るみに出ると、この反米運動は全国的な広がりを見せるに至る。6月に暫定政権が発足し、 体制の構築が進むと、それに対応して攻撃も行われた。この頃から攻撃は、無差別性が際立ち、大都市中枢などで、一般市民を狙ったと思われるテロが、相次ぐようになる。無防備ないわゆる、ソフトターゲットと呼ばれる標的を狙うことについては、残党による手口だとは考えにくいと当時から、囁かれた。また、この頃から、アルカイダ系の武装集団が、 シリアやイランを通じて大量にイラク入りしていると報道された。さらに、南部に多いシーア派の過激派民兵が8月に武装放棄し、南部最大の都市バスラを中心に米英軍と戦闘となった。シーア派民兵はムクタダーサドルに率いられ、組織的な戦闘を行ったが、民兵側の犠牲が相当数に上り、イラクシーア派の指導者、 アリーシー・スターニーの停戦呼びかけに応じ、1ヶ月ほどで沈静化へ向かった。続く11月には、アルカイダ系の武装勢力の活動が、ファルージャで活発になり、アメリカ軍は、夜明けと命名した作戦によって攻撃した。しかし事前に、大々的報道がなされたため、目的であるザルカーウィーラ・アルカイダ系テロリストは、すでに逃亡、武装勢力も散った後であった。 米軍が直接制圧に当たっているが、12月後半には7割の地域で武装勢力が回復したと言われている。また、ザルカーウィーにしても彼が真に武装勢力の指導者であったことに疑いの声が上がる。アルカイダの犯行と思われた事件のほとんどは、フセイン政権の残党によるものという見方が現在では強まっている。アメリカはこの作戦、夜明けを実行するにあたり、 バグダードの治安要因が足りなくなるため、イギリス政府に対して、バスラを中心としたイラク南東部を活動範囲としていたイギリス軍の一部をバグダードに転戦させた。ファルージャの戦闘の一方は米軍だったが、他の一方は反米武装勢力とは断定できない。この必要な攻撃やテロに対し、有志連合を結成していた各国が次々に離脱を宣言した。 特に開戦当初から支持を表明していたスペイン国内で2004年3月11日に列車爆破テロが発生したことは破兵国に少なからず動揺を与えた。ブッシュ政権はイラクの治安悪化を理由として破兵要員を13万人から15万人増強する旨を発表した。さらに2004年11月のアメリカ大統領選挙終了後は20万人に 増強する動きもあったが、実際は14万5000人までの増強で抑えられた。2005年4月には新憲法案の採択を行う、移行政府が発足し、アメリカのイラク復興業務は次の段階に入った。ところが、2005年の夏に起こったハリケーン、カトリーナの襲来時、肝心の被災地で活動すべき多くの州兵がイラクに、 派遣され救難活動が遅れたために2000人近くが死亡したとする批判が国内から相次いだ。このため、ブッシュ政権は一部の兵力を本土に帰還させ、イラク中流兵力は13万8000人となった。12月の議会選挙の際にはさらに多い15万5000人に増員したが、翌2006年2月には早々と13万6000人に削減し、 3月には13万3000人となった。また、2月には正式な民主政権が発足する予定であったことから、ポーランド、韓国、イタリアに引き続き、イギリス、オーストラリア、日本が相次いで兵力削減、離脱を発表した。しかし、シーア派とスンナ派の対立から、政権建設は難航し、同月22日のアスカリ病爆破事件によって、 中波対立に発展した。このため、日英豪3カ国の撤退計画は、不透明なものとなった。イラク警察を狙った車両の爆破はマイナス64、アパッチのガンカメラから撮影される、イラク人。この直後アメリカ軍によって攻撃される。武装は確認できない。アスカリ病爆破以来、報復合戦となったシーア派とスンナ派の衝突は、 3月に入ってからは沈静化したものの一部で内戦の危機と報じられたが他国籍軍はこれを否定した。しかし一方で米メディアなどはイランの武装勢力が侵入してテロ工作をしていると報道しアメリカ政府高官や軍もイランを非難している。武装勢力にはイラク人がシーア派、スンナ派、クルド人のグループがそれぞれいくつもあり、 シーア派にはイランからの支援が、スンナ派はシリアが援助しているとも言われる。ただし、シリアは少数派のシーア派系アラウィ派がスンナ派を支配する国家形態であり、イラクのスンナ派政権とは長年対立を続けてきたため、これに積極的な支援を与えているわけではないとの見方も存在する。また、フランスに海外拠点を置く。 旧ーバース島残党も他のスンナ派勢力と連携して活動を続けているとみられ、国外からもイスラム主義勢力などが侵入していると戦闘終結宣言直後から囁かれていた。2006年4月に入るとエジプトやサウジアラビアの要人が相次いでイラクは内戦であると発言し、これに対してイラク以降政府が強く反発した。 しかし国内はシーア派とスンナ派による抗争が過激化し、連日テロや殺戮が起こっていた。スンナ派が反発したのは、移行政府首相がシーア派過激派のサドルと親密だったからである。4月22日、シーア派系議員連合、統一イラク同盟は首相にヌーリーマーリキーを擁立した。スンナ派とクルド人も容認し、連邦議会が再開した。 4月26日には早くもアメリカ政府からラムズフェルド国防長官とコンドリーザ・ライス国務長官が相次いでイラク入りしこれを歓迎した。閣僚についての決定は各宗派の調整に手間取り閣僚をそれぞれの宗派の議席に割り当てることで合意するが国防省と内務省をマーリキーが兼任するという暫定的な形となった。5月20日にマーリキーが 閣僚名簿を読み上げ、議会が賛成して承認され、正式政府が発足した。フセイン政権崩壊から3年が経過していた。アメリカ軍は、政権発足時に25万4000人のイラクチアン部隊を32万5000人に増強し、12月までに95%を達成するとした。しかし、アメリカ軍の撤退については、ラムズフェルド長官は、 削減できればいいが、約束はできないと発言した。政権発足直後の6月7日、マーリキー首相とアメリカ軍は共同でイラク国内でテロを誘発してきたとされるザルカーウィ容疑者を空爆作戦によって殺害したと発表した。成果は発足直後のアピールとして強調され、6月13日にはブッシュ大統領が電撃訪問してマーリキーを祝福したが、 ザルカーウィーの敗下は1000名程度とされる一方、イラク全土の武装集団は2万名以上と推測されており、アルカイダも直後に後継者を発表したことから、政治的にも戦略的にも効果は薄いとみられる。実際、その後も一般市民を標的とした爆弾テロや武装勢力による拉致、殺害、銃撃などは相次ぎ、 2006年内のイラク国民の死者は3万4000人以上となった。政権発足後も状況に大きな変化はなく、米国政府とマーリキー政権は相互不信に陥りつつあると言われる。イラク政府は同国の安定化を模索する国際会議を3月10日にバグダードで開催すると発表した。イランやシリアを含む周辺諸国のほか、米国をはじめとする 国連安保理の5常任理事国、アラブ連盟、イスラム諸国会議機構が招待された。4月にも開催予定で日本など、サミット参加国も加わる。米側は、国務省報道官の記者会見などで、ロカタ爆弾による米兵への攻撃問題を取り上げたいと表明した。2006年12月30日、サッターブフセインが処刑された。 イラクのスンナ派の街では米軍に対する攻撃が盛んであるが国外から侵入するアルカーイダ系勢力に対しても外国の武装勢力だとして武力衝突が生じていた。その一方で資金力に優れるアルカーイダと一部スンナ派武装勢力が対米攻撃で協力関係を結ぶなどスンナ派地域へのアルカーイダの浸透も進んでいた。そこでアメリカ軍は イラクのアルカイダ系組織の幹部ザルカーウィーの脅威を強調し、ザルカーウィー派相当を目的とした空爆などの過激な攻撃をスンナ派地域で繰り返した。この時スンナ派の間では攻撃による巻き添え被害の大きさからザルカーウィーを追放しようとする動きが強まった。2007年に入り、アルカイダの過激な活動に反発するスンナ派市民までがテロの対象とされ、 塩素ガスを用いたテロによる多数の被害者を出し両者間の溝が表面化した。4月には主要なスンナハブ総勢力の一つ、イラクイスラーム軍が構成員30人をアルカイダに殺害されたとして、ビンラーディンに対する避難声明を出した。こうした反アルカイダのスンナパとアルカイダ系スンナパの対立の中で、アメリカ軍が反アルカイダのスンナハブ族と協力関係を持つなど、 事態は一層複雑化している。6月25日バグダード中心部にあるマンスールホテルのロビーで発生した自爆テロではアルカイダ系過激派との戦いに協力した6人のスンナ派部族指導者が殺害された。ヘーゲル、オバマ両上院議員とヘリでバグダードを視察するペトレアス司令官2007年1月10日、ジョージ・ブッシュ米大統領は イラクの混乱の原因はすべて私にあるとテレビ演説し、陸軍5個、師団17,500人、海兵隊2個、大体4,000人からなる、最大で米兵2万2,000人のイラクへの一時増派を明らかにした。兵力増強をブッシュに進言したのは、ジョン・マケイン上院議員だとされる。2月にはイラク中流米軍の司令官に、デイビッド・ペトレイアスが就任した。 具体的には、一万数千人がバグダードで治安維持にあたるほか、治安悪化の著しい西部の州にも7千人程度が派遣され、ゲリラ相当にあたるというものであった。また、この戦争と占領によって、米本国の陸軍と海兵隊の人員が不足したことから、数万人規模で増員した。さらに、ペルシャ湾に空母打撃部隊二個部隊を配備するなど、 イラクのほか、イランやシリアに対する軍事的威嚇の度合いを強めている。同年3月までに憲兵やヘリコプター部隊が増派され、増派規模は最終的に3万人となった。しかし、過去数度にわたる増派の効果がいずれも薄かったことから、今回の増派の効果を疑問視する声は根強く、同年1月24日には上院外交委員会で、 増派反対決議案が可決、上帝され、翌月17日には、下院本会議で、増派反対決議が、賛成24、246対反対、182で、可決、共和党からは17人が賛成に転じた。ただ、上院では、本会議に上帝されたものの審議打ち切りに必要な60票には、到達せず同案は、廃案となった。 増派反対の世論は61%にも上っていた。前述のマケイン上院議員は、側近議員数名と同年4月にバグダードを訪問し、治安状況を視察するが、その際には護衛が100人以上つくなど、治安状況は悪化の一途をたどっていた。しかしながら、同年5月25日には、撤退期限を明示しない1000億ドル相当の対、 イラク戦備法案が上下両院を通過、夏以降の増加は一定の成果を見せ、2007年の米兵死者数は年間では過去最悪の901人を記録したが、5月の126人をピークに9月以降減少傾向を見せ、10月にの米兵戦死者は39人に減少、11月には37人、12月はその数はさらに下回り23人となった。 米軍は依然として状況を楽観していないが2004年2月の20人に次ぐ低水準となった。これにはペトレアスの新たな治安維持戦略が挙げられる。ペトレアス戦略は交番作戦と称されるもので防御を固めた少数の大規模駐屯地を中心に活動を展開した前任のジョージ・ケ c シー司令官とは異なり地域に広く展開して継続的なプレゼンスを 確立することに重点を置いていた。また、同時に人道復興活動等を強化して、地域住民に対する心理的プレゼンスを確立することも重視しており、前日のアルカアイダに反発するスンナ派諸部族や、ドーハ部族を代表する覚醒評議会との連携強化につながった、こうしたコーランの使い分けにより、2007年7月のバークーバでの戦闘でイラク戦、 アルカーイダ機構に大攻勢をかけ、ペトレアス司令官によると、生鮮機構の6から7割に打撃を与えたとしている。2007年10月には、軍内部で大生鮮機構勝利宣言が検討されたが、その際には慎重論が大勢を占めた。2008年1月には、石油生産量が、開戦前と同水準の250万バレルにまで回復した。また、 フセイン拘束を指揮したことでも知られるレーモンド、オディエルの副司令は2008年8月までには、米軍の駐留規模を2、3万人削減できるとの見通しを示している。2008年4月8日には、ペトレアス司令官が上院で証言を行い、増派前の水準への兵力削減を発表する。一方、武装勢力との攻防外然一心一体の状況であることから、 それ以上の追加撤退については否定した。同年7月22日までに増派された部隊は撤退完了を遂げた。また、同年4月の米兵戦死者は、後術のシーア派同士の構想から一時的に治安が悪化し52人に上るが、翌5月は戦況が再び好転し、米兵の死者は開戦以来最低の19人、他国籍軍全体でも21人に止まった。 さらに、同年7月には戦死者は11人に止まり、治安回復傾向がより顕著になった。それを受け、ブッシュ大統領は派遣された兵士の駐留期間を15ヶ月から12ヶ月に短縮することを発表した。また、CBS の調査によれば2007年8月には2000人を数えていた民間人の死者は2008年6月には490人に減少。 他国籍軍に対する攻撃も1500件から200件に激減した。さらに、同年9月の米兵の死者は8人に減少し、10月には7人にまで減少した。同月のイラク人の死者も238人と、開戦後最低を記録した。ペトレイアスは、治安回復の功績を認められ、リック・チェーニー副大統領との対立から、 米国中央軍司令官の職を辞したウィリアム・ハロン、海軍大将の公認に10月31日付で就任した。また、これらを受け、同戦争及び増派に反対の立場を取ってきたバラック・オバマ上院議員は9月4日のフォックステレビの取材に対し、増派の成果を認めている。2008年12月現在、イラクには14万6千人の米兵が駐留している。 2009年3月に ABC、BBC、NHK が行った合同調査によると85%が治安が良い、もしくはかなり良いと答えているなど、イラク人の治安に対する実感も上昇しているとされる。他国籍軍がイラク国軍と警察により管理ができるまでに治安が回復したと認める件について、イラク政府へ治安管理権限が返還されている。 これを治安権限の異常という。2006年9月にイギリス軍管理下のムサンナー県から始まり、2008年9月に11番目として、初めてスンニ派が多数を占めるアンバール県の治安管理がイラク政府に返還された。フセイン政権下では人口の2割の少数派のスンニ派が支配していた。フセイン政権崩壊後はこれまで支配下に置かれていたイスラム教シーア派勢力が、 政権の中枢に躍り出たが、スンニ派にとっては、不満が残るものであった。さらにイラク戦争から5年を迎えた2008年3月に入ると、そのシーア派内でも内部構想が勃発。同派の強硬派であるムクタダーサドル一派と政府との対立が表面化した。政府軍とマフディー軍が、同月25日にバスラで衝突したのを皮切りに、空とヒレッタ、切れた。 バグダードに拡大。マーリキー首相自身が陣頭指揮を取った25日のバスラでの戦闘では双方を合わせて31名が死亡した。26日にマーリキー首相は28日までのマフリー軍の武装解除を要求。一方のサドルも前日のナジャフでの声明で徹底抗戦の構えを見せている。27日には 両者の戦闘でバスラ近郊の石油パイプラインが爆破された。また同日には米国のジョージ・ブッシュ大統領がオハイオ州での演説で政府軍指示を鮮明にした。さらに同日深夜にはバグダードで外出禁止令が発令された。翌28日には政府軍に同調した米軍が南部バスラのマフリー軍施設を空爆した。同日にマリキ首相は マフリー軍の武装解除期限を4月8日まで延長すると発表した。30日には、サドル自身が、マフリー軍に対し戦闘中止を呼びかけ、31日には、バグダードの外出禁止令が解除された。イラク北部の都市キルクークには巨大な油田があるために、サッタームフセイン政権のもと、トルコ人、クルド人が追い出された経緯を持つ。2003年4月の第2週頃、 アメリカ軍のキルクークへの侵攻に伴いイラク人は街を離れ周辺都市からクルド人が来訪、略奪を繰り返すようになった。トルコは自国のクルド人が独立国家を設立しようとする可能性について懸念を抱いており、キルクークがクルド人自治区となることに反対していた。アメリカ政府もトルコ政府のこの方針に賛成し、 クルド人自治区はほとんど現状維持という形となった。しかしながら、当然のこととして、クルド人の独立思考がそれでやむということにはならず、キルクークやモスルでペシュメルガによるアラブ人やトルクメン人、アッシリア人に対する民族浄化が多く報告される。ほか、2006年9月にはクルド民主党党首であり、自治区議長を務めるマスード・バルザーニが自治区でのイラク国旗使用を廃止。 クルド機の形容を命じる議長令を発布する当事実上の独立に向けた動きを加速させている。こうした中、2007年3月末には、クルド人のキルクーク機関と入植アラブ人の帰郷を進める法律にマーリキー首相が署名した。しかし、入植アラブ人の帰郷が強制的な追放ではなく当人の任意とされたことに同法案を キルクークのクルド自治区編入と対アラブ人民族浄化の総仕上げと位置づけるクルド側は強く反発しておりまたアラブ人側もシーア派主体の同士においてマフリー軍が躍進するなど強い抵抗の構えを見せているまた同士の民族紛争においてはアルカアイダをはじめとするスンナ派の武装組織がマフリー軍に協力を与えているとの報道もあったこのような民族間 州派間の綱引きの結果、2008年現在未だに、キルクークの貴族に関する投票は行われていない。また、口実するトルコとの緊張状態も合わせ、イラク政府も含めた自治区全州の脅威に備えるためとして、PKK、プック両党は一貫して、ペシメルガの拡充を続けており、その総兵力は、交渉だけでも20万を超えるに至った。一方で、 民族としての単一性を高めることで、治安、経済を安定させ、独自に海外からの投資も多く受け入れる。クルド人自治区に安全と職を求めて、自治区外からアラブ人の国内難民が流入する矛盾に満ちた状況も発生している。ただし、元々の経済規模の小ささに加え、根強い反アラブ感情もありアラブ系難民にまともな仕事が当てがわれることが少ないこともまた、 事実である。トルコは国内に多くのクルド人を抱えており、クルド人勢力のテロと分離独立の動きを警戒している。イラクからのクルド人勢力の越境テロもあり、アメリカとイラクに対して対応を求めているが、治安の悪化を恐れて積極的な対応はされていない。こうした中、トルコは国境地帯に軍を展開させたが、逆に国境地帯で、 クルド労働者等がトルコへの攻撃を激化させた。2007年6月には PKK が拠点とするイラク北部のクルド人自治区に対してトルコ軍が大規模な越境攻撃を実施したとの報道が流れたがトルコ側は限定的な作戦だったとして否定した。その後10月7日にトルコ兵13人が死亡する PKK の攻撃がありトルコでは イラク北部への1年間の越境軍事活動を可能にする法案が可決された。しかし21日には再び PKK の攻撃によりトルコ兵17人が死亡、応戦で PKK の32人が死亡し緊張が高まった。イラク国境を挟んだ緊張状態は PKK 及びトルコ軍航空部隊両者の数字にわたる越境攻撃を経て持続され、 2008年2月21日、トルコ軍はついに2個、旅団数千人規模の部隊を、イラク北部へ、越境侵攻させた。これに対し PKK は激しく抵抗、クルド自治区もペシメルガに、トルコ軍との遭遇した場合には応戦するよう命じ、情勢は一触即発の事態にまで進展した。しかし、トルコ軍は結局アメリカ政府の強い圧力のもとに、 初期の目的を果たせぬまま撤退を余儀なくされ、イラク政府は3月1日までにトルコ軍越境部隊の撤収を確認し、危機は一応の収束を迎えた。また、同軍の越境攻撃に関しては、レジェップ・タイ・プ・エルドアン首相は消極的であったとされるが、ケマルアタチュルク以来の国勢である。 政教分離を守ろうとする軍部と首相の所属政党でイスラム主義を標榜する構成発展党の内部から突き上げられ両者との板挟みになっている側面もある。2011年にアラブの春が勃発し、イラクの周辺でもシリア内戦が勃発するなど不安定化が著しくなった。アイスセルはキューバーアストインを吸収し、スンニシーアの対立を利用しながら、 イラクとシリアで勢力を拡大、内部分裂で弱体化していたイラク軍は2014年にモースルを奪われた。モースルの戦いをはじめとした激しい攻防戦の末、2017年12月にイラクからのアイスセル一層を宣言した。人員は時期によって変動があるため、最大時期のおよその数を示す。イラクの捕獲ウェイとサウジアラビア、バーレーンにも駐留している。 旧ソ連諸国からの派遣がある一方、湾岸戦争に参戦したアラブ連盟諸国は派遣しなかった。2007年12月、国連安保理は中流にイラク政府の同意を要すると定めた2004年の決議1546に基づき、他国籍軍の中流を2008年いっぱいとする決議を採択した。この決議により、 アメリカイギリス軍以外の各国駐留軍は2008年度で撤退した。アメリカ政府とイラク政府はアメリカ軍の駐留期限を2011年に延長する二国間協定を締結し、2009年1月に就任したバラク・オバマ大統領は2010年8月までにアメリカ軍の戦闘部隊9万人を撤退させ、 イラク軍の育成のために残留する5万人は2011年12月までに全軍撤退を完了させると表明。2011年12月18日に全部隊がクウェートに移動、撤収が完了した。開戦からブッシュ大統領による戦闘終結宣言が出されるまでの期間は非常に短かったが2008年3月現在もイラク人兵士、警察官、民間人、 そしてアメリカ軍をはじめとする多国籍軍兵士も共に犠牲者が増え続けている。イラク治安部隊はイラク警察だけで少なくとも8000人から1万人が戦死している。アメリカ兵の犠牲者は4000人を突破し、これに加えて軍に従事する民間軍事会社の契約要員がこれまでに少なくとも1000人以上が死亡していると報じられている。2007年10月現在、 イラクでは各種民間警備会社はアメリカ正規軍を上回る計18万人が活動していた。その活動内容は政府が管理していないので誰を殺しても誰に殺されても差したる問題にはされていない。民間警備会社の警備員による虐殺、暴行も報道されており2007年9月16日にはブラックウォーター、USA 社の警備員が乱射で 民間人17名を射殺、武装勢力に対し正当防衛を行ったと偽証をした事件が表面化し、イラクアメリカで問題となった。また、英軍の死者170人、その他諸国軍の死者132人と合わせて、連合軍全体の死者数では4000人以上となる。また、アメリカでは外的な負傷を負っていないものの即席爆発装置の影響で、 外傷性脳損傷で苦しむ機関兵が増加、社会問題となった。アメリカ政府は2009年に外傷性脳損傷の診断基準を変更した結果、2001年から2009年10月まで約14万人が受賞したとのデータを集計している。アメリカ国籍取得を目的にアメリカ軍に入隊したグリーンカード取得者は死者数にカウントされていない。 2008年4月までの集計、戦死者のみ2008年4月までの集計イラクに派遣された自衛隊は戦死者が一人も出ていないと公式に発表されている。ただし、イラクを含む海外派遣任務についた19700人の自衛官のうち35人が在職中に何らかの原因で死亡している。内訳は海上自衛隊員が20人。 陸上自衛隊員が14人、航空自衛隊員が1人となっており、死因は事故、死因不明が12人、自殺が16人、病死が7人と発表されている。在職中には任務から帰国した以降も含まれており、イラク国内で死亡した自衛官の数は分かっていない。戦闘集結後の民間人犠牲者総数の推計にはばらつきが多く、正確な数字は分かっていない。 アメリカ軍は戦闘で殺害した武装勢力やアメリカ兵の加護で死亡したイラク民間人の数を公表していない。なお、報道をもとにこれらを集計しているサイトイラクボディーカウントの2007年11月30日付のデータによると直接の殺害数は約8万から8万7千人と集計されている。一刻も早い治安の回復が望まれている。 ランセッタ・スタディによる2004年10月の推計によると、兵士、民間人合わせて約9万8000人という推計が出ている。ただし95%信頼区間が8000人から19万4000というもので大雑把な推計である。また、ランセッタによれば、死亡率増加の調査をもとにした研究では、2006年6月時点で、イラク戦争の死者は、 約65万5000人になると推計された。ただし、あくまで死亡率増加からの推計であるため、直接の戦死とは、直接結びつかない推計である。また、中国の国務院が発表する2007年アメリカ人権記録によると、2003年以来のイラク、民間人死亡数は66万人以上であると、されている。2007年9月14日に、 イギリスの世論調査会社、オピニオンリサーチビジネスが行った調査では、死者が最大で120万人を上回る可能性があるという結果が報告されている。世界保健機関は2008年1月に推計で15万1000人だとする調査結果を発表している。2013年10月には、アメリカとカナダの研究者により、 査読された医学専門誌として最も権威があるとされるプローズメディシンジャーナルにおいておよそ50万人の民間人が犠牲になったと発表されている。リビアは2003年12月に最高指導者カダフィ司令官が大量破壊兵器の放棄を宣言し2006年にはブッシュ政権はテロ支援国家指定を解除した。この行動はイラク戦争後に自国が 標的にされる可能性があったためであると解釈する。論説とカダフィ司令官がアフリカ連合へと活動の主軸を移したことによる大量破壊兵器の必要性低下と偶然に時期が合致しただけだとの論説がある。アメリカは放棄の見返りに大量破壊兵器を保有し反米武装闘争を支援し、またかつてはイラク以上に敵視し、 カタフィ司令官個人の暗殺まで企てたリビアをテロ支援国家リストから外し、経済制裁も解除した。一方、北朝鮮の金正日総秘書は、開戦直前から約60日間テレビなどの前から一切姿を消した。これは、アメリカの精密誘導兵器がどのようなものかを海外の衛星テレビを通じて分析をしていたものとみられる。 中華人民共和国はイラク戦争開戦による衝撃から仲介に乗り出して6カ国協議が始まったと言われ、6カ国協議で核兵器の放棄が合意されて、4病核施設の爆破や核、開発計画申告などされたことから、ブッシュ政権はテロ支援国家指定を解除した。名古屋高等裁判所は2008年4月17日、自衛隊イラク派兵が、 日本国憲法違反であることの確認などを求めた訴訟において航空自衛隊のイラクにおける空輸活動について自らも武力を行使したと認識し憲法違反であるとする暴論を含む判決を出した。これは主文において原告敗訴を判決するものであったにもかかわらず原告側が実質証訴として上告しなかったため翌月5月3日に同判決は確定した。 この裁判及び暴論記述は議論及び当時の航空爆僚長、田もか敏夫による純真な隊員には心を傷つけられた人もいるかもしれないが私が心境を代弁すれば大多数はそんなの関係ねえという状況だの発言などが一種の絶過事件として報道された国会において田も発言を含めた質問主意書が提出されたが政府は 国側章祖の判決と説明を加えた上で、日本国憲法第9条に違反するとの暴論の部分は、判決の結論を導くのに、必要のない暴論に過ぎず、政府として、これに従う、従わないという問題は生じないと考えており、田も神の発言は、政府と同様のこのような認識に立った上で、中略、必ずしも正確な表現ではないが、 自らの言葉でこのような発言をしたものと承知している。また、防衛行政については、シビリアンコントロールの下、法令に基づき、適切に行われている。と答弁している。防衛省が、情報公開法に基づいて開示した、週刊空輸実績と称する内部資料によれば、派遣期間中の輸送人員は延べ2万8000人で、あり、うち7割は、 アメリカ軍兵士であることが2009年10月6日に判明している。開戦前の1月初旬、ナイトリーダー社の発表した世論調査結果によると、調査に応じたアメリカ人のうち44%が2001年9月11日の同時多発テロのハイジャック犯の一部、または大半がイラク人だと考えていた。実際には報道によれば大半がサウジアラビア人で、 イラク人は一人もいなかった。あるイラク氏の主張によれば、米軍によるイラク占領以来、全土に点在する監獄や強制収容所には、大勢のイラク人女性が交流されているとされる。その大半が政府の要員や占領軍兵士によって性的暴行を受けており、結果としてエイズなどが蔓延しているとする。また、強姦の被害を受けた女性が、一家の恥として、 家族の者の,の手によって殺されてしまうケースがあり、正確な被害者の数は把握されていないとする。また、あるイスラム機関紙の主張によれば、イラクの民間組織である、イラク政治捕虜、受刑者連合は、米軍はイラク抵抗勢力の指揮を砕くための圧力カードとして、無実のイラク人女性捕虜に対して意図的、組織的な性的暴行、拷問、恥辱を加えている。 と告発している。また、この戦争中、並びに、ブッシュ政権による大規模戦闘の終結宣言後の一連の戦闘においても、米軍は湾岸戦争やボスニア紛争、コソボ紛争時など以上に大量の劣化ウラン弾を使用したと言われている。陸上自衛隊が人道支援、戦後復興支援のために派遣され駐留した、イラク南部のサマーは近郊周辺からも、 実際にこの戦争で米軍が使用したものと見られる劣化ウラン弾が発見されている。これら大量の劣化ウラン弾から漏れる放射線によるがん患者の増加や奇形時が問題となっている。海戦国以外の国々により、これらは比較的初期の段階で避難されていたが、米国内では教育の程度の低い中流階級以下の層ではほとんど知られていないのが現状である。 2010年1月26日、イギリスのイラク戦争参戦問題を検証する独立調査委員会は、マイケル・ウッド外務省元首席法律顧問を関門した公聴会で同顧問が2003年3月の対、イラク武力行使は国際法違反と考えていたと述べた文書を公表した。この文書中で、武力行使は国連安保理によって認められておらず、 他の法律根拠もなかったと、同法律顧問は述べ、イラクに武装解除を求める、アンポリ決議1441を、武力行使の根拠とする主張を退けた。同法律顧問は、開戦前の2003年1月にその見解を、ジャック・ストロー外相に伝えたところ、独断的だと退けられたと証言した。2010年1月29日、2003年のイラク侵攻を決めた、 ブレア前首相は、イギリスのイラク戦争参戦問題を検証する、独立調査委員会の公聴会で証言した。調査委員では、チルコット委員長と5人の委員が6時間にわたり、関門した。彼は、サッターム・フセインの脅威を強調して、イラク侵攻による、フセイン政権打倒を正当化し、後悔していないと述べた。また、当時と同じ条件なら、再び、 イラク侵攻をするだろうとも述べた。さらに2007年までのイラクの民間人死者数増大に関して全体で10万という数字を示して殺したのは連合軍ではなくテロリストだと占領軍の責任を回避した。そしてイラクが兵器製造能力を高めていたと証言した。開戦時に議会の反対にもかかわらずイラクへの侵攻指示を表明したオランダでは 政府の外交政策に対して、独立調査委員会の調査が行われた。2010年の調査報告では、ヤープデホープスヘッフェル外相が政策決定の勝利をなし、ヤンペーター・バルケネンデ首相は政策決定から除外されたと指摘した。また、国連アンポリ決議1441は、武力攻撃を容認する解釈とはなり得ないと断じ、イラク戦争は、 国際法違反であり政府は、米英との同盟関係を重視するため信仰の違法性に目をつぶったと結論付けた。正確にはスーフィズム派の一派、ナクシュガンディ教団による。2003年の死者260人、2004年から2009年の死者15,196人、2009年3月の死者67人、2010年の死者1,100人、 以上の合算により16,623人の死者を数える。ウクライナ兵33名、イタリア兵31名以上、ブルガリア兵30名、エルサルバドル兵20名、グルジア兵19名、エストニア兵18名、ポーランド兵16名以上、スペイン兵15名、ルーマニア兵10名、オーストラリア兵6名、アルバニア兵5名、カザフスタン兵4名、 フィリピン兵3名、大兵2名、合計212名以上となる。2007年6月から12月のデ DRA ーー県で185名、アブーリシャ暗殺時に4名、2007年11月12日に25名、2008年に528名、2009年1月2日に27名、2009年4月6日から12日にかけて53名、 2009年11月16日に13名、2009年12月に15名、2010年4月から6月にかけて100名以上、2010年6月18日に52名、合計1002名以上が死亡した。2003年に597名死亡、2004年から2009年にかけて23,984名死亡、2004年5月に652名死亡、 2009年3月に45名死亡。2010年に676名死亡。2011年に451名死亡。以上の合算により26,405名が死亡。ただし、この調査は報道されたもののみの集計であり、実数とは異なる。2009年10月14日報道。ただし、飛行禁止空域の設定自体が、国連決議に則っ,ったものではなく、 国際法上は明らかに違反行為であると指摘する声も多い。米英による空爆は軍施設を対象としていたが民間人に対する誤爆もあり、1999年には年間で44人の犠牲者が受難したことが国連により報告されている。もう一つは湾岸戦争でイラクの侵略を受けたクワエート。 ただし、スコット・リッターは、イラク政府に近い実業家から40万ドルの現金を受領したとされる疑惑が出ており、アメリカ議会ではイラクに買収されたという見方もされている。参入した多くの企業が、ブッシュ政権の閣僚を重役に置いていた時期があり続に回転ドアと称される。ただし、石油価格高騰は、投資資金の石油市場流入や中国経済の 急成長も関わっているため、原因は一つではない。カテゴリー、イラク戦争を題材とした作品も参照。ありがとうございます。